Yeah!
ください。交代。さして片方は両方ともこちら側は木立を腰にさしてください。こちら側は立を腰にさしてください。で木立を。1本目の稽古、はい、左上段その場合でいいですか、はい、面受け流し面、はい、始め、はい、すぐに戻って、はい、5回Hey, go ahead.
じゃあ2本目いきます。下段の構え、はい、お立ちを取ってまっすぐじゃなくてやや斜めにして押さえつけてつけ込むですね。前が遠くないかな、そうそう、はい、1名
が、あ、釣り上げは、釣り上げは、一拍子です。止めない。一拍子そこ積みながら、おお、剣道の方、戸立ちの方、スメイル、おーあーおスルスルスルっと前に入りますよ。遠慮しないで。はい。
なんか研究課題はありませんか？サンプル？はい。小太刀の三本目は？小太刀の三本目。すり上げ、すり下ろした時。少し抑えられなきゃ落ちないよね。相手がもっと落ちるぐらい。この辺に。で、その後に、すり落とした後に、すり落とした後に振りをこう上げない。上げたら打たれちゃうから、すり落としたらもうここに目をつける。立てて。
で、あとは体が向きが変わる。すり落としたらクロックする。すり落とした向きを変えればいい。これをすり落とした上がるから上げてしまう、あるいは外れてしまう。すり落としたらクロック。そしてすり込む。どうね、ブロックするわけだから、ねんじゃ。ブロックする。その時に、ブロックする時に相手をどう引きつけておいて、こっから、手でブロックする。止めるんじゃなくて、こっから。だから、引きつけることが大事。相手の胴打ちを引きつけておいて叩く。だから2つ、意識としてはブロックする、こうじゃないね、押さえることでブロックする。それに体の向きが整うから吸い流す。このことをしっかりしてください。はい、他に質問ありませんか？いいですね。はい、タッチ、2本です。立ちの方にも、はい、右の方に、はい、向きとして、はい、向きとして、はい、何のタイミングですか？そう、時々は、僕はちょっと低いのタイミングを見ます。そう、やっと、時々、やっと、何のタイミングですか？はい、はい、固定向きとして、そう、それで、固定してください。これは、やっとなるんだよ。それはなぜかというと、抜いた後大きすぎるから。抜いた後、ここまでに、固定が見えないから。ということは、固定を抜いた後に、スッと。これが、大きすぎると、ゆっくりになる。やっとに。じゃあ、今度は、はい。スッと。これは小さすぎるから、やっとなる。だから、ここまで踏み掛けて、最高の瞬間から、時計が見えるまで上げる。そういう意識をすると、おのずとリズムは、ゴッこのリズムが生まれました。いいですね。それでリズムを考えるんじゃなくて、動作、動きとリズムが一緒になる。はい、はい、そこが一緒になるんですから。
瞬早くスルスルスルっと回る。そう。また question type please。あ、ご立ちの方。はい。普通立ちの方は、そう、死立ちは、内立ちのタイミングをずっとチェックして、そう、内立ちはずっと、そう、エネチェックした。耳が入っちゃいました。耳に入ってくるところですね。そう、それ、小立ちだった時に、そう、同じタイミングですか。そう、耳。今、内立ちは、先生だから少し、さっき。で、うちの仕事に座ってたから。はい、はい。イニシアチブは、イニシアチブはずっと打ち出してる。だから、これがイニシアチブ。動き始めるのが、動き始めたら、スルスルスル、もうすぐ早い。はい、1本目、スーパー。おお、だから、あくまでもイニシアチブは打ち出しです。だから、スタートは、しだちからスタートしてはいけません。しだちは、内だちが動き始めたら、それに従って、スルスルスルっと入る。The question is on the feeling of Ena Kurosawa from Tachika from Shosuka. So we just approach one, two, three, watching and attack. In case of Kodachi, so Shidachi moving.ここ速くして、で、ここ、シュッ、内立ちウェイビー。オフコース It's not cutting. Not initiative. If I stop and more time, that's not cutting. So, three step is one, two, three.Do you have a camera? Yeah. Try. Photo. 写真? すごい写真も。